ピアノ30奏曲第5番の自筆譜。ピアノ30奏曲第5番に蝶々作品70から1は、ルートビヒバンベートーベンが作曲したピアノ30奏曲。幽霊の愛称で親しまれており、自作である第6番と共に作品70として出版された。本作を作曲する以前には、ピアノ競奏曲第5番、皇帝や公共曲第5番、 第6番、伝言など大規模な傑作が次々と誕生したため、ベートーベンは室内楽の作曲にはなかなか手が回らなかったという。しかし創作の中期において最も充実した時期であり、広く知られている。1808年にピアノソナタとして書き始められ、当初はルドルフ大公に検定する予定であったが、エルゲーディ伯爵夫人が、 ピアノ三重奏曲の新作を熱心に依頼したために、当初の計画を変更し、二曲のピアノ三重奏曲に変わったという。この当時のベートーベンは、エルデーで伯爵夫人の邸宅に身を寄せており、また彼女の尽力によって、終身年金を受けられたことへの恩義として、作曲されたものと考えられている。なお、遺説として、エルデーで伯爵夫人のアンナマリーが、 ルドルフ大公に検定することを知って、これに憤慨したため、ベートーベンは謝罪とともに、彼女に検定したという説があるが、この真偽は現在疑問視されている。なお、初演は1808年12月に、エルデーで白爵邸で行われ、ベートーベン自身がピアノを弾いたことは判明しているが、ベートーベン以外の誰が演奏に参加したのかは、不明である。幽霊という愛称は、ベートーベンが、 シェイクスピアの悲劇、マクベスのために書いた魔女の宴会のシーンのスケッチをこの作品に流用しようとしたためと言われている。また、第二学章の開始部分が当時の聴衆にとっていかにも幽霊が出てきそうな不気味な雰囲気に感じられてそう呼ばれたと言われている。いずれにしても、この幽霊という愛称は作品の本質とは大きな関わりはなく、誰が命名したのかは未だはっきりとしていない。 全三楽章からなり演奏時間は約26分。ベートーベンがブライトコップフーンとヘルテル社に当てたいくつかの手紙の中で明らかにされている。当初は一曲として計画されていたという説が有力視されているが、二曲のうちのいずれかの曲がその主体であったということについては必ずしも意見が一致していない。この当時ベートーベンはマクベスをオッペラ化にする構想を立てていた。 しかし部分的なスケッチを残して断念している。このスケッチは魔女たちの合唱である。ありがとうございます。